橋原美優です。よろしくお願いします。どんな活動されてるんですか？普段は、私が16歳の時に車椅子ユーザーになったんですけど、それをきっかけに、障害者と健常者の掛け渡しになりたいっていう意味で、モデルの活動をしてます。今年の9月25日、もう近いんですけど、に、初めてのミラノコレクションに出演させていただくことが決まって、で、まあ、その関連で、初めての海外ってこともあって、すごい不安もあるんですけど、なんていうのかな。まあ、基本的には、渡航費とかも実費で行くものなので、それに向けて、まあ、クラウドファンディングって形を取らせていただいてて、実際、普段応援してくださってる方たちとも、なんかすごい会いたいというか交流したいという気がすごいあったんですよね。でも、なかなかそういった機会を作ることがやっぱ難しかったんですよ。事務所とかに入ってるわけじゃないので、なんかそういった空間を作ることが難しかったんですけど、まあ、クラウドファンディング の、 そのリターンという機能を使って、まあ、支援してくださった方たちにはそういった、まあ、会えるというのはおかしいですけど、まあ、そういった機会を作りやすい、オープンにこう発表しやすいというか、そういった機会も兼ねてクラウドファンディングに挑戦させてもらってます。でもなんかこう TikTok の関係もそうなんですけど、やっぱり興味関心がない方たちになんか自然と知ってもらえるきっかけを作りたいと思ってて、でそれがやっぱり例えば私が講演家とかやってたら、まあ、それに興味関心がある方が、まあ、見に来るじゃないですか。でもそうじゃなくて、なんかふとした瞬間の時に車椅子ユーザーを目にするとか知るきっかけ をより多く作りたいと思ってるので、そういった意味でやっぱその TikTok っていうのが私は一番バズった SNS だったんですけど、なんかこうふと皆さんがおすすめ流れてたところに私のコンテンツも流れて、でそこから最初は興味なかったけど、なんかこう福祉の目線じゃないですけど車椅子ユーザーの視点が知れたとかっていうきっかけをたくさん作りたいと思ってて、でなのでなんていうかなエンタメっていうフィールドで私は戦ってるんですけど、なんかそういった機会をより多く増やしたいっていうので、なんかこう障害と健常者って言われる方たちのなんか壁というか少なからずあると思うんですけど、それをエンタメの力で壊したいなと思ってます。海外は初めてですけど、やっぱ日本の活動だけにとどまらず海外に行きたいなというのはずっと思ってたので、今回の海外をきっかけに、なんていうのかな、海外メディアの方にも進出していけたらなと思って、この挑戦はなんていうか一度きりじゃない、次につなげるものにしたいなとも思ってます。